合議じゃんけんじゃん千葉の金谷を目指しております。今、津市でご飯食べてきて、これから観音崎まで行きます。ああ、なるほど。いいですね。はい。今、海も綺麗ですね。どこから？千葉からです。はい。ありがとうございます。名前だけ書くね。はい。よいしょ。はい。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、ちょうど営業時間に。あ、了解です。って感じです。はい、じゃあ行きまーす。ブルーさんウインカーついてるね。多分高速の動かのです。ちょろっと。はい、わかりました。はい、じゃあこのまま真っ直ぐっすね。このまま真っ直ぐですか。了解です。じゃあ、お、一人離脱しました。あ、はい。帰りました。帰ったみたい。あ、なるほど。うん。はい。セケジャルの。だと思う。これ右。はい。観音崎出てきましたね。そうですね。まだ当たりました。すごい増えたね。1年ぶりぐらい。はい。あら、ママさん。アナーキー。アナーキー好きなんだ。ライブとか行ってた。この前ニューイヤーロックフェスティバルになんか、せっかくの長野先輩が。遠藤くんが今からコーヒー飲みます。やばみんな撮ってる。お願いします。まだ上手だったかった。やばいやばいやばい。いつもの爪。余計なことしちゃった。冷たいと思います。ストローあり？あ、いる？いや、大丈夫です。大丈夫です。うまい。うまいっす。皆さん、食べました。はい。あいつもついてる。すごいですこれ。
ですね。すごいです。すごいやばい。それから来るしかないですね。いや、僕見てもマニアックな。無事にツースターでお茶をしてこれから三崎港へ向かいます。帰りはフェリーに乗って帰ります。ツースターごちそうさまでした。シェイク美味しかったね。シェイクがあれですよ、ちょっとあのゆるゆると言うと飲みやすくて非常にいい感じですね。ブルーさんの食レポ出ました。あれすごい量だけど結構飲めちゃうよね。いけますね。うん、ヨーグルトのは非常に飲みやすくて、俺前回も俺普通に飲めたもん。あ、大盛りにすればよかったとか言ってた。あれがいいですね。でこれフェリーに乗って、はい、カナヤに行くんですけど、はい、カナヤのところに海鮮が食える。おお、はい、了解しました。はい、おーっす、分かりました。うん、いい景色。こっから三崎、栗浜だっけ？ここ栗浜ですね。栗浜までどのくらいかかるんだろうね。あと 7.5 キロ。あ、そんなに近いんだ。千葉フォルニアみたいじゃん。あー、そうですね。草が、木か。あれ、あと1キロぐらいなんで。おお。あ、あのフェリーか。次3時の回ですね。残念。で、多分あれがもうすぐ。本当だ。もうすぐ出ちゃう感じだ。そうですね。あ、行っちゃいましたね。行っちゃいました。ました。2番だ。いないもんね。そうですね。まだ1分ぐらいかかったね。勝った人が、ね、みんなにソフトクリーム、はい、喜んで喜んでで、いきましょうか。もうアイス食ってっけど、男気じゃんけん、じゃんけんぽい。やべえ、勝った、勝ったー。怒らせてください。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。ブルーさん男です。いただきます。
アイス、アイス大丈夫ですか？濃いね。まだ上があります。帰りはフェリーです。本日の戻りは、フェリーで千葉の金谷を目指しておりますが、結構早いですよこれ。スクーターぐらい。あ、ちょっと酔ってらっしゃいます。古さん酔ってんじゃねえの。千葉に到着しました。金谷港でございます。お声の。おー、ハーレー軍団。向こうに行く人いっぱいいるんだな。すげえ大勢。すごい。すごいいっぱいいる。すごいね。あっち行く人いっぱいいんだね。
本当だね、結構遠いんだね。意外とそうですね。じゃあ遠藤くんまた、ブレさんもまた。はい、お疲れ様でした。今日は朝6時半に起床して、アクアライン乗りまして、エミホタル、その後魚平商店三の海崎2スタ、ドラゴンマンは覚えててくれました。その後ですね、あれどこだ、栗浜のからフェリーに乗って花屋港まで辿り着きました。で、無事今千葉に帰ってまいりました。ありがとうございます。今日朝7人いたんですけど、まあまあ、途中仕事の方もいまして残りは4人になりましたが、無事に帰ってまいりました。ありがとうございます。それでは安全運転で帰ります。遅刻の代償でかいな。俺最後、俺あ最後、最後俺。ああ6時17分。めっちゃ早い。